はい、ケオマーちゃんのお時間でーす。さあ、今回はですね、まさに時の人来ていただきました現女流王家、あずまプロです。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、できましたよ。僕田様は、品がありますね。そうですね、非常に君と違ってね。あずまプロ、本日ケオマーちゃんということなんですが、はい、こちら見たことありますか。調べていたんですけど、はい、探せなくてですね、はい、見えなかった。見ない方がいいんですよ。これはね、見ない方が先入観がなくて、よりその予習できなかった。しない方がいい。逆にね。そうですね。してきた子は、あのちょっとね、中途半端にこうリアクションを取ろうとするんですよ。そのリアクションが嘘になる。そのリアクションの方が、そういうことですね。いい球投げた時、ね、やっぱり本当のリアクション見たいじゃないですか。撮りたいですからね。というのも、この慶応マージャンなんですが、かなりたくさんの企画を用意しておりまして、はい、まあ、目的としましては、その視聴者の皆様に東プロの、知られざる一面をさらに、知っていただこうというような、趣旨の企画がたくさん用意されておりますので、はい、かなり際どい質問だとか、名物コーナーのイケメンコンテストとかいうのもありますので、そちらの方もぜひ楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。おもてなし。なんで？なんで？これ見せんだよ。本来は見せてた。練習してないです。見るようにできてないんです。こういう感じでいきますので、はい、気楽な感じでやってください。急に行きますからね。急に行きますから。多分。はい、それではまず一発目の、企画いってみたいと思います。噂の真相に迫ります。東沙織、検証番組いきまーす。どういった企画かと言いますと、東プロにまつわる我々が聞いた噂、はい、それを今このボードに書いてあります。5名がそれぞれ書いているんですが、その噂が本当であるか嘘であるか、これを答えていただいて、はい、東プロの魅力を、皆さんにお伝えしていこうという企画となっております。はい、ひょっとしたらものすごく嘘も本当じゃないことも書いてある怖いあったり、非常に際どい質問もあるんですが、はい、正直に答えていただきたいと思います。はい、キャラを守るために嘘ついたりとか、はい、そういうことをするとあまり意味ないコーナーになってしまいますので。わかりました。お願いします。はい、はい、皆さんもう大丈夫ですね。書いてありますね。書いてあります。ありますよ。まずはどうでしょう、誰からいきましょうか。そうですね、まあ、大体私からいくんですけど、はい、今回は現女流王家の東プロに来ていただいておりますので、まずは中村慎吾プロから行ってみたいと思います。一番目ですか。あんた真面目だ、慎吾プロ。そうなんですよ。真面目ですから。真面目に、はい、あいつに守ってるよ。いや、真面目だ。真面目なんですけど、ちょっと内容はちょっとだけぶっこんでます。なるほど。じゃあ行きましょう。はい、ドゥドゥン。女流王家、実は勝てる気満々だった。いや、まんまだった。まんまじゃねえ。まんま誰か赤ペン。すいません、赤ペン先生。赤ペン先生。あ、国語先生だぞ。まんまです。すげえな。まんまだった。これ、インタビュー記事やコラムをちょっと拝見させてもらって、はい、結構シミュレーションされてたと。はい、しました。はい、自分の中である程度相手のその打ち方とか、はい、いろいろ勉強してきたというか、かなり自信があったんじゃないかと、やる前から。うん、なんかね、観戦記とか、なんだっけ、あとインタビュー、はい、かなりなんていうの、感じる、文面から感じるのは、はい、やる前からかなり勝てる気、勝算がかなりあったような文面だったよね。そうですね、ニュアンスが。ニュアンスがですね、はい、はい。聞いてみたいね。そうです。これをちょっと聞いてみたいな。そのあたりだと、実はどうですか。まあ、おっしゃる通りかなりイメージトレーニングをしていて、はい、誰がどう動くかみたいなのが、まあ、かなり具体的に、はい、もう廃止とかも含めて浮かんでいて、はい、でそれをどうするかっていうのをずっと期間の間にシミュレートしてきて、はい、で優勝するイメージがあったかっていうとそれもちょっと違うんですけど、負けるイメージっていうわけでもなかったんですよね。だからなんか苦しい状況を想定してるんですけど、なんかどうにかこうにかこう打開してるようなイメージをこうずっと作っていったんで、なんかそれをこうずっとやってるうちに緊張感とか、初めてだから失敗したらどうしようみたいなのがこう少しずつ薄れていって、戦う頃にちょうどうまい感じでこう気持ちの準備ができたのかなっていうふうには。初日めっちゃ浮いたじゃないです
ポイントで、はい、まあ、それもあったんですかね、気持ち精神的余裕みたいな。僕は逆だと思ったんだよね。僕はやっぱり東さん同期で、あの内面っていうか、そのイメージ、東さんのイメージだと最初にあのポイント持っちゃった時にやっぱり重量感って間空くでしょ、はい、あれがね、僕はちょっと悪い方に働かなきゃいいなっていう、うん、それは実際やっぱ悪い方に働きましたね。働きましたよ、うん、逆にプレッシャー、あの期間は1日目終わってからの期間は、たださっき吉野さんおっしゃったような1日目をやってる時っていうのはもう作戦を遂行するじゃないけど、うん、あのやっぱり自分の麻雀をできなくて負けるのが一番嫌だったんで、うん、あのひどい打敗して批判されるよりもなんか何もできずに終わるのが嫌だったんで、もう戦うぞみたいな感じで、あのそれだけで乗り切れたっていう。でもスタートからやっぱり映像の敵との戦いは終わりましたよね。もうなんか入り方から映像に対して勝ってるんですよ。第三の敵って絶対いると思うんですよ、まあ、じゃあ、あの映像テレビ対局は、うん、それがもうすでに完破できてたと、うん、これがやっぱり強いですよね、うん、まあ、事前の準備がもう十分にできてたっていうことなんでしょうね、うん、初イメージじゃなくてもこういう風になったらこういう風にしようっていうのはもう決まってたっていうことなんですか。感染ね、やっぱり感染もよくしてましたし、はいはいはい、あの映像になってからはよりたくさん見れるようになったので、で負けてる人の気持ちとか痛いほど分かるじゃないですか、うん、ちょっと打敗がひどくなっちゃったりとか、うん、はい、もうやりたいことと逆になっちゃって、うん、絶対降りたくないって思ってる曲に降り打ちしちゃったりとか、うん、ああの絶対上がれない、もう戦うと絶対上がれない曲に頑張っちゃったりとか、うん、ああいうのやっぱりもう何度も経験してるので、そういうのをやっぱ見るたびに一緒にこう戦ってる気持ちというか、分かるそれみたいな、あるじゃないですか。ありますね。そう、なんか全然自分じゃない タイトル戦の決勝とかで、うん、すごく仲いい人とかそういうわけじゃなくても、やっぱり一緒の団体でやっている人たちで、普段はこうじゃないのになとか、本当はこんなことをしたいんじゃなくってみたいな、それってやっぱプレッシャーなんですかね。うん、そうですね、プレッシャーになる。実際私も2日目とかはありましたね、思ってることと逆、逆をしちゃってるような感覚っていうのは。でもそれをすぐ見つめ直せて、あの3日目ね、1回はこう逆転されましたよね、うん、でその後開き直ってまた再逆転という形に優勝したわけなんですけど、すぐやっぱ3日目切り替えられたんですよ。3日目切り替えしきれてなかったですね。どうしようか、やっぱりあの最終ハンチャンで、あの20ポイント差って結構あのルールで大きい差なんですね。で1回戦目の20ポイント差とちょっと違うので、最終戦の20ポイント差っていうのは、うん、あの相手もやること決まってて、うん、でしかもチーチャーを引かされますので、うん、2着目、ね、チャンスもまあちょっと2着にまあ不利なところとかもあって、うん、まあ、そういう中でちょっと一曲も無駄にしたくないなみたいな感じで、うん、ガッと麻雀に入っちゃって、これ上がれないかもとかそういうことはあんまり考えてなくて、こうどん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 曲が流れていくのとかもよくあんなになんかこう落ち着いていられたなというか、すごいよね、あ乗り越えちゃったみたいな感覚なんでしょうね、そういう。逆に応援してくれてる人とかの方がやっぱり焦ってたというか、うん、ハラハラしてたみたいなんですけど、当人はなんかもう完全にこの曲どう来てどう打つかみたいなことしか考えてなかった。勝つ時ってそういうもんなんでしょうね、やっぱり。まあなんかね、よくスポーツでいうゾーンみたいな、集中式っていう詳細みたいな、周りが見えなくてもそれだけにしか見えないけど、うん、そうです、うん、いやでも遅いぐらいだと思いましたよ、僕同期で20歳、タイトルを取るまで使うのも遅いくらいだと思ってた。いや、もうトントントンと言ってもおかしくないぐらい、はいはいはい、当時からその麻雀の理論だとかね、はい、あと体制論とかそういう真面目に取り組んでた、取り組んでた、はいはいね、はい、遅いぐらいだなと思って、まあ、最近遅咲きの21期生多いんで。そうなんですか。要注目です。一番誰かでいいですかね。咲いたよね、咲いたよね、いかでしょうよね。誰だっけ、井出さん。井出さんでしょ。井出さんでしょ。今知ってる。今知ってる。滝沢、佐々木、井出。その滝沢と井出の間はかなりかなりかなり下げですね。
ということが今後も注目の21期生と、ね、改めてあの皆さんでおめでとうございます。おめでとうございます。これは三角ぐらいですかね、じゃあ。いや、20万だよ。でもさ、今言ってるのは満々ではなかった。満々ではないですけど、まあまあ三角ぐらい、勝てる気はあったぐらいの感じ。まあまあちょい丸ぐらい、ちょい丸だね。あんまり気負いはしてなかった。あ、うん、いい具合でかかってたんだ、うん、はい、そう、いい方向。あの基本的に相手を強いと思えば思うほど集中できるみたいなところは昔からあって、あ、それは俺もそうだわ。そうなんですね。そう、なんか自分の麻雀が引き上げられていくというか、そうあの集中力がやっぱりね、そう、気が抜けないから入りやすくなる、警戒心を強めてる、ね、そういう意味で、それが悪い方向に行く時もあるのよ、うん、警戒しすぎちゃって手数少なくなったりとかあるんだけど、僕はそれぐらいがちょうどいいっていうか、距離感として、そうありますね。辛い麻雀が大好きっていうか、そういうところがあったんで。ド M 自己分析がしっかりしてますね。そう、井出さんもそうですね、東さんもそうですし、そうだから21期生は自分をよく知ってる。なるほど。まあ、他人のことはよくわかんないけど、自分のことはよくそういうことですよ。何ですか、それイケメンの話してるんですか。自分勝手に言うことはあるマージャンのことは分かってるんですよ。ということで今回は丸ということでよろしいですね。はい、まあ、今回これが一番聞きたかったことでもあると思いますので、皆さんね、はい、じゃ続きましての噂は、まあ、私じゃ行かせていただきます、はい、ちょっとちらっと出ちゃったんですよね、はい、国語の先生だったという噂を、はい、丸です。丸、はい、これって教師だったんですか、要は。そうですね、なんか塾の先生とか中学校の公立中学校、公立の教団の先生、言われるとここの先生っぽく見えちゃうんですけど、毛のせいですか。それは多分これの違う。それと別に普通の人メガネのイメージが、公立中学校、公立中学校ですね、の国語の先生だったんですか。はい、あのなんか反抗期 の生意気な子供たちが大好きで、へぇ、またこれド M、 いや、ド S じゃないですか、これは。あ、これは S の方で、 S の方に行くのかどうかを聞いてみないと分かんないと思うんですけど、そう、そうか、え、こう叱ったりするのが好きなのってことですか。その反抗をしていきたいのに対して、いや、違うんですよ、あの多感な、こう、なんていうのかな、あの、なんでも、なんか大人なんか信用できねえみたいな子供たちに挑んでいくのが好きなんです。難しければ難しいほど好きなんですよ。何なんだろう。そう。小学生とかは可愛いんですよ。本当にもうどんなに背高くても体大きくてもみんな可愛らしいっていう感じなんですけど、うん、なんかこう急によそよそしくなったりとかね。ある日中学になると。うん、男子が昨日まで、そう、昨日まで結構なんか先生とか言ってたのに、うん、ちょっとなんか照れたりとか、うん、なんかちょっとなんだよみたいな、ちょっと格好つけたり、ね、そういうのが好きなんですか。そういうのに挑んでいきたい。あ、挑んでいきたいっていうか、うん、私が何とかしようじゃないかと。自分も多感な時ってやっぱり先生に反抗したりとかしてきて、うん、そういう時にちょっとはあんまり私の中で先生に心をね、高校とかの時にやっぱ許せなかったところとかあったりして、うんうんうん、あ、うん、だからそういういい先生になりたいというか、その子供たちを救ってあげたいみたいな。いい先生っていうか、その嫌われてる生徒に突っ込んでいきたいみたいな。そう、心を救っていきたいみたいな。なんで急に声で呼ぶのか。スーパーこういう感じの子いっぱいいましたよ。中学生だ。中学生なんで。クラスの5人ぐらい。はい、教育してあげてください。ああいうのもいたでしょ、乗っかるの。あ、います。20人ぐらいいました。半分以上ですね。井出くんが5人いて、中村くんが20人ぐらい。もうクラスじゃん。うるさいね。クラスじゃん。うるさい最悪だよ。で、あと逆におとなしくて自己主張しない子が10人ぐらいいるんですよ。そこも逆に教師になってから、そういう子のケアみたいなの、うん、実は一番難しい。あ、だからなんか自分がこう担当離れてから本当はもっと話したかったですみたいな。あ、言われるの？いるんですよ。うわ、俺泣いちゃう。わー、やっちゃったと思う。そう。あ、そういう意味で。そういう意味で、うん。そういうなんかこういろいろありますね。そしてどうしてこの世界へ？麻雀は好きだったんですね、昔から。家族麻雀から入って、学生時代とかも友達とかとやってて、で、まあ
いくつかのところで書いてるんですけど、勝った記憶はほとんどないんで、うん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 、あのセンスがもともとあった方ではない、点数とかもずっとできなくて、でなんかあのでもこう囲んで麻雀をしてるっていうのがすごい好きで、うんうん、なんかあの負けても負けてもやってましたね、 M かな私M なんかいよいよ怪しくなってる。教授これは M でよろしいですか？完全に M そういう議題出てないですよ全然出てないんで、はい、今これですからね、はい、今これですから徳原先生で M ですっていうないですかM の先生みたいな。でもさ、先生ってあれでしょ、ちゃんと大学も出て、その専門家も出ないと、その教師の資格いや、公務員だって、大学ですよ。大学出ないとダメ、教師の免許ってのは、はい、専門はダメなんだ。専門だけで大学中に、あの教育課程とか取らない、うん、そう教育実習とかも行ったんですか？教育実習行きましたよ、楽しかったですよ。今でもじゃあ戻れるんでしょ、先生やろうと思う。免許はまだありますあるんだもんね。ヒロさんも取れたんじゃない、教師の資格で教えるの大事ね。俺の先生学歴も高いですもん、ね。うん、お前何コンプレックスなの？何ですか？学歴ヒルさんで言わない。まあ中卒の人より高いです。うるせえ。本当に飛んでくるやろ。ということでじゃあ国語の先生だったという噂はもう丸ですね。はい。はいはい、グリグリですね、はい、ということでここまで、前半戦2つ終わりました。残すとこ後半戦3つとなるんですが、はい、ここから先本当にヤバいと思いますので、はい、あの心の準備の方よろしくお願いします。嘘つかないですよ。嘘つかないでください。はい、おーいいですね、こういう話になりましたね。はい、それでは後半戦を楽しみに、前半戦ここまで、さよなら。うぃうぃ